こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。昨日たまたま隣の社長さんから商品ができたよ、笠島さんちょっと差し上げるから食べてみてくださいって言っていただいたんですね。で、わーついにできたと思って、すごくエゴマを、あちこちで育ててらっしゃってるのを知っていたので、昭和町でも育ててますし、最近は若草の方っていうか南アルプスですね、そこですごい敷地を借りてエゴマを育ててるっていうのをお話を伺っていて、その前の年かな、なんかまだ商品ができてなくてなかなか大変だっていう話をしてたのに、ついに商品化までできるようになったっていうのを聞いて、わあすごいと思って、そしたらその商品をねいただけちゃったので嬉しくって、ちょっと動画を撮っています。韓国産とか中国産とかのエゴマオイルってこう色が茶色くてあんまり綺麗じゃないのに、このやっぱり山梨のね、山に囲まれたこの自然の大地の中で育ったエゴマはこんな綺麗な色の油を絞り出させてくれるんだなっていう、国産のなんかすごい美味しい油が取れたんだなと思って、なんかすごくこの、まあ、私は山梨に住んでいてこの自然をとても楽しみっていうか愛しているので、そんな大地から育ったエゴマをぜひご紹介したいと思って、エゴマオイルねをご紹介しようと思って今日は動画を撮っています。とても親切な社長さんで、私の家に光が当たるように、南側の道路を南側にして、すぐ近くに家が建たないようにしてくださったりとか、とてもね、もしかしたら私の家に近いところに家を建てて向こう側が道路になってもよかったんだけど、私が植物が好きなのをすごい知っててくださって、道にしといたからっていう風に言われてね、お日様が当たるようにしてくださったりとか、とても親切な社長さんのなので、ちょっと今日はエゴマオイルをご紹介します。パッケージがすごく悩んだそうですよ。これ金の雫というエゴマオイルのこのパッケージすごい素敵ですよね。山梨南アルプス育ちっていう、本当に純国産山梨県産のエゴマオイルですね。ホームページが出ていて、これはもうネットでしか購入できないので、あとなんか昭和町に頼んで昭和町のふるさと納税の返礼品に入れてもらったっていうふうにもおっしゃっていましたね。エゴマオイルです。なので概要欄に、このホームページを載せておきますので、興味のある方はそちらから注文してみてください。あんまりだからね、なんか売り切れちゃうかもしれませんね。3000円弱で買えるそうなので、ぜひもらって、すごい油絞るってすごい大変でしょ、植物からエゴマの種からね。それでこれで3000円だからお安いと思いますね。国産もう 100% 山梨県産ですね。そのエゴマオイル、これ例えばサラダにかけたりとか、あとお味噌汁に入れたりとか、そのまま飲んでもいいと思うんですね。なのでちょっと試しに今から私飲んでみますね。でパッケージをちょっとご覧いただきます。本当にこの金の雫っていう名前がついているけど、本当にね、その綺麗な黄金色のオイルなんですよ。これ体にいいと思うね。もう輝くような黄金のオイルですよね、金の雫。もう国産100です。山梨県産のオメガ3ですね、リノレン酸の入ったオメガ3のオイルですよ。もう純国産なんてもんじゃない、山梨県産の金の雫。
南アルプスの美しい自然の中で採れたオイルだからね、私植物も建物ばっかりのところで生えてるのとはちょっと違うと思うんですよね。植物もすごく生き生きとしているから、このオイルからきっとねすごいいい気が出て元気をもらえると思いますね。で、私が これじゃあ、YouTube で動画アップロードしていいですかって言ったら、もう一本いただけました。実はこのラベルが貼ってない黄金のオイルね、本当に綺麗でしょ。これ韓国産のとかちょっと茶色いもんね、それと全然違いますよね。すごい綺麗な色のオイル。ちょっとこれ味見してみますね。体にいいからそのままちょっと1日スプーン1杯とか飲んでみるのもいいよね。開けました。で、よくこれ賞味期限があるっていうじゃないですか、オイルだから。でも冷蔵庫に入れて1ヶ月で飲み切るぐらいでいいらしいですね。ちょっと入れてみます。あー、すごい。優しいね。なんか草花の香りがするようなオイル。脂っこくないね、香りが。ああ、こんなオイルですね。ちょっと飲んでみます。すごく飲みやすいね。なんていうか、ごま油よりねずっとあっさりしていて癖がなくて、そのままでもすごく飲みやすいね。香りがすごくいいオイルです。優しい、なんていうかドロドロしてな、なんていうか脂っこくなくて、油焼けしてる感じも全然なくて、本当に飲みやすいオイルです。これちょっとはっきり言って何かにかけて食べるのもいいかもしれないけど、このまま飲んでもすごく美味しい。紅茶に垂らしたりしても、コーヒーに垂らしたりしてもね、ココアに混ぜてもいいかもしれないけど、癖が全然ないです。社長さんがちょっと苦いかもなんて言ってたけど、全然、まあすっごい飲みやすいオイルですね。脳にもとてもいいと思うので、よかったら試しに購入してみてください。びっくりした。なんかとってもすがすがしい香りの、癖がなくて、本当にこれドレッシングに、本当ドレッシング代わりにサラダにかけてもすごい美味しいと思う。全然その臭みとか嫌味がない。すごい。それでね、これ冷蔵庫に入れといて固まらないんだそうです。で、1ヶ月で、まあ、開けたらね冷蔵庫に入れた方がいいでしょ、オイルだから酸化してっちゃうからね。でも1ヶ月で食べきればいいそうなので、私今までなかなかその続かなかったんですね、こういうオイルだけど、これね飲んでみたら全然違う。これ飲みやすい。すごいびっくりしました。これ嘘じゃないですよ、本当に飲みやすい。なんかいいオイル紹介いただきました。いただいちゃったのでね。でもすごいおしゃれでしょ、このボトルに入ってて2970円って言ったかな、2800円の消費税だったかな、何しろ3000円しないですね、という、この金の雫っていうねオイルの紹介でした。いやー、すごい。はっきり言
で、高級エゴマオイルだよね、これ。あ、そう、書いてある。高級エゴマ油。わー、すごいの作ったな、社長さん。あの、機械のね、工場のをやっている社長さんだったのに、こんなものを作ってしまったんですね。この栽培方法がね、すごい。無農薬、無添加、保存料が何も入っていませんよ。こだわって栽培したんですって。大型電動のこの油を絞る機械でゆっくり時間をかけて絞った油です。もう成分そのままお召し上がりくださいっていうね。これだって元の種がどのぐらいあったらこのぐらいの量を絞れるんでしょうね。いやー、すごい。これお安いんじゃないですか。健康にすごいいいと思うので、ぜひぜひ皆さんお買い求めください。ふるさと納税で昭和町にもでも返礼品として出すそうですね。山梨県中駒郡昭和町の、ふるさと納税でも取り扱うそうです。金の雫、ぜひお試しください。いやー、美味しい。これ、いや、本当に美味しい。もったいないから舐めちゃいたい。なんか全然脂っこくないしね。もう何しろこの色をお届けしたいな。本当に金の雫っていうけど、本当に金色、フレッシュ、何しろ出来たて、無農薬っていうのもいいですよね。何が入ってるかわからないようなオイルとは全然違いますよ。皆さん、よかったらお買い求めください。概要欄にここの会社のホームページ貼っておきます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。うちの隣に工場があるんですよ。Thank you.